こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。コンピングの4つ目になります。コンピングのフレーズを長く演奏するには小節をまたいでいく必要があります。特にジャズではスイングジャズの段階で4拍子の上で3拍子を演奏して小節をまたいでいくという手法が使われています。これを3拍フレーズと言います。これをちゃんと練習していかないとピアニストがこういったフレーズを使っただけでどこをやっているかわからなくなってしまいます。なので、このずれ方自体を体にインプットしておきましょう。まず練習方法として、よく皆さんがやりがちな練習は、1拍目の頭から3拍フレーズの練習を始めてしまいがちです。でも実際の演奏では、他人のアドリブや他人のコンピングに影響を受けて始めるので、弱小節から始めてターゲットノート、つまりより強い強拍に向かって演奏するというのが実際のやり方です。なので実践に即してまずは4小節はレガートだけにします。そうすることによってシンバルレガートを安定させる役割にもなります。フレーズもジャズらしいフレーズばかり集めましたので2拍目からフレーズがスタートします。4小節は16拍ありますよね。3拍子のフレーズを5回やると 3×15 で15拍になります。そうすると1拍余りますよね。そこにハイタムを入れてクラッシュに運ぶ感じで練習します。この譜面でいう青く色が塗ってあるところですね。4小節目はよく見るとタムのフィルを除けば1小節目と同じ形になります。3拍ずつずれていくと3小節で解決するわけです。最小公倍数ってやつですね。この際レガートの同音が難しければ同音自体を省いても構わないですし、フレーズ自体にシンバルレガートがついていってしまうのもありかと思います。そのあたりはご自身のスキルに合わせて練習してみてください。それでは一つフレーズをやってみましょう。メールマガジンに登録されている方にはこの音源と14番までの PDF が送られますので、音源に合わせてバリエーションを練習してください。見本音源もありますので参考にしていただければと思います。ぴったり終わらない場合は3拍子に引っ張られてしまってます。4拍子サイドでフレーズを歌えるように何度も何度も練習しましょう。それではもう一つやってみたいと思います。これは右手の同音の兼ね合いがかなりややこしいことになっています。ゆっくり関係を確認して動きを覚えましょう。左手のコンピングとシンバルレガートとのズレは全部書き出さなくても6拍書き出せばそれを2回で3小節になるわけです。3拍フレーズをどんなに引き伸ばしてもこの6拍の動きが何度も何度も繰り返されるだけですので、シンバルレガートの同音、裏の拍の音ですね、との関係を調べるには6拍書き出せば良いということになります。では演奏してみます。3拍フレーズはメロディーやセクションでもよく出てきますので、ぜひマスターしておいてください。ロックだと大抵2小節くらいしか出てこないですが、4小節以上あるとどこをやってるのかわからなくなってしまいます。メトロノームとだけ合わせていると間違わずにできたかもわからなくなってしまうので、メトロノームが9小節目で止まってしまうように設定するか、せめて1拍頭の音を出して終わったところがずれてないかを確認して練習しましょう。今回は以上になります。ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。曲での解説が送られるメールマガジンは無料ですので、ぜひご登録ください。今回の音源も送られてきますし、コンピング5以降はメールマガジン読者限定の配信になります。では、3拍フレーズ頑張って身につけてください。ありがとうございました。